闇から光へポケモンコロシアム実況をプレイ。皆さんこんにちは、わらにです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はこのアゲトビレッジにやってきて、聖なる祠やらセレビーのことやらについて何か調べろということでローガンさんから聞きました。なんとかっていうおじいちゃんに話を聞けということです。はい、多分この人だと思います。おー、ローガンさんちのあちゃもちゃんじゃなくてどちらさんでしたかな。もう相当やばいな。何、このビルボーにセレビーのことを聞きたいって。そう、ビルボーさんね。心配ご無用、ノープロブレム。そんな大切なことを忘れるはずがなかろう。よし、まずは聖なる森にある祠の話をしよう。古き言い伝えによると、あの祠にはセレビーの持つ時渡りの力が宿るという。その力はポケモンたちの一番楽しかった頃の思い出を蘇らせてくれるそうじゃ。わしの若き日の思い出も蘇らせてくれんかの。ほっほっほ楽しそうだな。もっと話を聞くかね。はい、直接セレビーに会うには時の笛という道具が必要じゃ。それさえあればセレビーはあの聖なる森にやってくるぞ。どんなポケモンにでも必ずやセレビーは光を与えてくれるはずじゃ。へえ、じゃあセレビーにも直接会えるかもってことね、その時の笛があれば。そんでもう一回ローガンさんのところに戻りたいと思います。はい、話を聞いてきましたよ。お、あー、ラニーお帰り。やっと石板が見つかったよ。これが我が家に代々伝わる石板じゃ。見てみるがいい。お、小さな石板を手に入れた。石板には文字が刻まれている。はい、読んでみた。アゲトの聖なる祠、セレビーの力宿る。暗く閉ざされし心、その最後の扉は宿りし力により開かれん。やはりあの祠にはダークポケモンに対して何らかの作用があるのだろう。それはお前たち自身で確かめるがいい。ってことで、ごめん。うわわ、びっくりした。メールが届いた。あ、カイ、今 PDA が載ったよ。そっか、銀猿さんからメールかも。早く見てごらんよ。はい。じゃあ PDA、ちょっとね、コントローラーも振動するんで、ちょっとびっくりしちゃった。はい、カイのメール。緊急事態発生、パイラの銀猿。カイさん大変だ。仲間からの情報によると謎の一団が現在バトル山を襲撃しているとのこと。すぐに助けに行ってやってほしい。おそらくミラーボと同じ謎の組織の連中だろう。よろしく頼む。あの前回のシャドウ戦闘員が言ってたよね、なんかバトル山のなんちゃらかんちゃらがこんちゃらこんちゃらみたいな。なんちゃらこんちゃらしか言ってないよ。で、はい、これがスナッチリストですね。だいぶスナッチしたな。ってことで、ちょっと今の手持ちを紹介したいと思います。はい、懐かしいでしょ。はい、ベイリーフ、臆病な性格。オータチ、穏やかな性格。幕の下、臆病な性格。モココ、真面目な性格。ノー、臆病な性格。夜のぞく、生意気な性格。臆病な性格の子多いな。で、みんなは見てわかると思うんですけど、心の状態が開く寸前で最後の扉を開けてあげようっていう子ばっかです。で、はい。で、あだだだだ、聖なる祠に向かいたいと思うんですが、なんですって、あいつら今度はバトル山を。大変じゃない。こうしちゃいられないわ、カイ、行きましょうって。おじいちゃん、バトル山はどこ？バトル山はこれより北じゃ。村を出れば遠くに見えるぞ。急げ、ラニオ。ことで、そのバトル山に向かう前に、ちょっとまず、ね、聖なる祠に寄らせてください、このパーティーの秘密。まあそんな感じのを、なぜこのパーティーに、てかなぜこのポケモンたちを手に入れ、もう手持ちに入れているかってことなんですよね。よし、じゃあ行きますよ。まあバトル山にも早く向かわなければならないのですが、よし、やってきました。はい、光ってるの分かります？これね、心の扉が開きそうなポケモンがいるようだ。で、最後の扉はこの聖なる祠、もうちょっと待って、神杉、聖なる祠で開いてあげるんです。じゃあ一番最初に手に入れた幕の下からかな。
幕の下の心の扉が開いた。ミアブルを取り戻した。ダークラッシュのとこね。はい、で、今まで経験値がもらえなかったと思うんですけど、このとあじゃあ心の扉を解放してあげることによって全部の経験値が戻ってきます。はい、リボンを手に入れた。で、ここでニックネームがつけれるようになります。やっとね。じゃあ幕の下は何にしようかな。もちもちちゃんでいきたいと思います。なんかもちもちしてそうだし、なんかもち巾着私好きなんですよねそれっぽい。はい、じゃあもちちゃんで。で、あと残りの5匹もちゃんとリライブ、はい、リライブですね、したいと思います。じゃあベイリーフ。ベイリーフの心の扉が開いた。日本バレを取り戻した。おお、結構経験値もらえますね。おお、レベルが上がりました。32。お、進化だ。え、ベイリーフってこんな早かったっけ進化。じゃあ初めてのポケモンコロシアムでの進化お楽しみを。じゃあメガニウム、おめでとう。ベイリーフはメガニウムに進化した。やったね。いいこと尽くしじゃないですか。はい、リボンを手に入れた。ニックネームをつけましょう。何にしようかな。はい、どうやらメガニウムはハーブポケモンというらしいですが、ちょっとハーブって名前つけちゃうとあまりにもひねりがないので、まあ同じような仲間のミントちゃんじゃないな、クンだな、ミントにしたいと思います。はいもう名前が安直すぎてちょっとね、やばいね、ネーミングセンスのなさがもうダダ漏れですが、じゃあモココ次ね。オオタチはちょっと最後にしたいと思います。一番最後まで手持ちにいたんでね。モココの扉ちょっと待って、モココの心の扉が開いた子が多いな、相変わらず。お、10万ボルトだ。これはなかなか主戦力になってくれそうです。お、モココも進化するんだ。あ、すごいな。じゃあ今回だけで2回も進化が見れます。はい、進化しました。おめでとう、マココは電流に進化した。はい、リボンを手に入れた。ニックネームつけたいと思います。ちょっとモココは最初から決めてたんですよね。モモコ何回もモココをモモコって言っちゃったんでね、ちょっと男の子なんだけど、まあモモコでいいかなみたいな、桃太郎的なあれでいいかなみたいななんかごめんね電流、なんかちょっとかわいそうになってきちゃったな。じゃあはい、次の子はヌオー。ヌオの心の扉が開いた。マットショットを取り戻した。はい、レベルが上がってリボンをゲット。じゃあヌオはどうしようかな。はい、ちょっとのんびりっぽい感じがフリーダムなフリーにしたいと思います。はい、フリーで良いですか。もういいんじゃないかなもうこんな名前の付け方でいいんだろうか。ポケモンたちは納得してくれるんだろうか。じゃあ夜のぞく。
ヨルナズクの心の扉が開いた。鋼の翼を取り戻した。レベル上がんないんですね。じゃあニックネームつけましょうか。はい、フクロウのフクちゃんで。もうあのね、なかなかねニックネーム考えてなかったからさ、パッて決めるとこんな安直なニックネームになっちゃうんだっていう言い訳。はい、じゃあ最後大立ち。大立ちの心の扉が開いた。アイアンテールを取り戻した。あーめっちゃ経験値くれる。34、35、36、リボンを手に入れた。ニックネーム何にしようかな。体が長いのでロングから取ってロンちゃん、ロンちゃんにしたいと思います。はい。なんとか全員ニックネームをつけ終わって心も解放しましたということで紹介しましょう。メガニウムのミント、大立ちのロン、幕の下のモチ、電流のモモコ、ヌオウのフリー、ヨルノズクのフク。はい、よろしくお願いします。ごめんね、なんかちょっと変な名前つけちゃって、ちょっと不満だったら言っておくれね、ポケモンたちごめんね。はい、まあじゃあこんな感じで次はバトル山に向かいたいと思いますが、パーティーをどうしようかな、どうしようかな。とりあえずエースと月は連れていくのは確定なので、動画じゃない、ポケモン預かりシステムでね、あとポポッコも解放してあげなきゃいけないんですね。今回はちょっと待っていてもらって次回かな、次回か他のポケモンたち、こっち側のポケモンたちが心を解放できるようになったら連れていきたいと思います。どうしようかな。ロンちゃん強いんだよな。でもとりあえずこんな感じのパーティーで行きたいかなと思います。ちょっとレベルが低いのがあれなんですが、まあなんとかなるでしょう。カポエラも連れて行きたいんだよね。ダークポケモンも連れて行きたいんですけど悩みますね。まあこの子たちはまたいずれ連れて行きたいと思います。今回はちょっとせっかくねリライブしたんで、普通のポケモンとしてやっていけるようになったこの子たちと行きたいと思います。じゃあレベルが低いのでフクとモモコに戦闘に出てもらいましょう。よし、じゃあその問題のバトル山に行きましょうね。何やら襲撃を受けているとのこと、早く行かねばね。ニックネームで悩んでるわけじゃないじゃない、暇はないんだよ。バトル山、今は謎の一団に襲われている全てのトレーナーたちの修行の場。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、ここがバトル山です。とりあえずこの人たちに話を聞いてみようかな。大変よ大変よ、とにかくあなた大変なのよ、母。バトル山が怪しい奴らに襲われているんですって、母息が切れる。じゃあちょっと休めばいいのに。二人だけかな。バトル山に挑戦しに来たのか。やめとけやめとけ、今は近づかない方がいいぜ。おかしなポケモンを使う奴らに乗っ取られたらしいぞ。それは私たちが解決せねばなるめえよ。変な奴らがやってきていきなりトレーナーたちを襲ったんだ。あいつらが使ってるポケモンどう見ても普通じゃないぜ。
どうやらエリアリーダーのセネティさんが狙われたらしいが、一体なぜなんだろう。俺も助けに行きたいけど、今まで8人抜きが最高だから相手にならないよな。まあその気持ちだけで十分だと思うけど、ここは正しきトレーナーのための正しき修行の場なのに一体どうなっているんだ。ルールを無視していきなり襲うなどトレーナーとしてなっとらんわい。と、それは置いといて、わしの名は忘れじいさん。技を忘れさせてくれるってことね。でも別にいいんだ今は。はい、またいつか来ます。で、ちょっとセーブ忘れちゃったから、セーブしてから先に進みたいと思います。なんかゲームキューブのゲームってか、このゲームはセーブが早くて助かります。なんかそんなにカットしなくていいかなみたいな。ダメよ、今ここを通すわけにはいかないわ。危険な人たちが中にいるの。え、ギンザルさんに聞いて。あ、助けに来てくれたのね。あ、ギンザルさんとつながってるんだね。ギンザルさんに連絡をしたのは私なの。こんなに早く来てくれるなんて。でも気をつけてね、あいつらのポケモンの強さは普通じゃないんだから。任せて。よし、じゃあ行きましょう、バトル山。おっと、何かの間違いじゃないか。修行は今お休み中だ。だがどうしてもバトルがしたいなら俺が相手をしてやろう。っていうか、そんなことしないで早くエリアリーダーのとこに行かなきゃならないんじゃないのかな。はい、ボブさんね。君たちは何をしてたんだ。ナックラーとドンネル、相性悪い。じゃあモモコ変わろう。レベル低いな、こっち。ちょっとフリーに変わってもらって、フクはちょっとさ、空を飛ぶで回避しててもらおう。よし、じゃあフリーには波乗りでちょっと一掃してもらいたいんだよね。見つけ。これってもしかして回復いけない感じ。はい、攻撃外れた。波乗り、空を飛ぶ攻撃が先だよね。やっぱそれくらいしか効かないよね。またレベル上げとかなきゃいけないですね。波乗り、さてどれだけ効く。わあ、一発じゃ倒れないか。まあ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 、上出来。よし、手持ちは3体でしたよね。3度。みんな地面タイプだな。攻撃、いたたた。じゃあ波乗りで。鋼の翼、地面タイプに鋼って聞きましたっけ。普通とかでしたっけ。あ、普通ならいいんだ。別に効果なしとかだとちょっと悲しいけど、その辺のね、なんかタイプの相性をいまいち理解してないんですよね。はい、これで勝負つけばいいな。一発じゃ無理か。はい、一発だった。やったね。よし、レベルが上がりました。ライダーのボブとの勝負に勝った。お前に修行は必要ないぞ。そんなことないぞ、レベル上げとかないとやられちゃうぞ。いつか、うー、ダキム様にお仕置きされちまう。あ、なんか前回ダキム様がどうのこうのっつってたから、ダキムってやつの手下なの。待って、回復、あ、してくれないのね。わかった。まあ、とりあえず進めるだけ進もう。2。ん、なんだボブのやつやられちまったのか。しょうがねえな。まあ俺の楽しみが増えたと思えばいいか。さあ来い。そうやって調子乗ってっとボコボコにしちゃうぞ。ハンターの段、ウリムとヤジロ、なんか地面タイプの子多いな、出してくる人。ちょっと10万ボルトがせっかく思い出したのに、なんか全然使うとこないじゃないですか。ちょっとフリーさんに代わってもらいます。フリーさん、はい。じゃあ空を飛ぶで、ヤジロの方がレベル高いからヤジロにしよう。はい、フリーさん、またよろしく。でもフリーさんを前にしとこうかな。でもレベルがな、レベルがちょっと偏っちゃってるから上げたいんだよね。
や命中率下げないで。ちょっと中に穴の中に潜られちゃいましたが、とりあえずヤジロンを倒しちゃいたいな。腰のパワーやだ、それだって特防上がるじゃん。あ、防御力も上がるんだ。フリーさん一番遅いんだね、遅いんだ。あ、フリーダムだもんな、しょうがないよね。一発じゃ無理か。ヤジロン硬いな。波乗りもう一回やって、鋼の翼いけいけい。お、急所いいね、調子いいよ。で、あと1匹。お、桃子がレベル上がった。ヨーギラス、やっぱなんか地面とか岩タイプが来てます。おい潜るな。波乗りでヨーギラスを倒せればいいな。効果抜群だ。よし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 、お疲れっす。レベルは高いんだけどね、すごく。マッドショット、リフレクター、服がねちょっとウリムより速さが高いんで、まあ、攻撃しても意味ないなと。なんだろう、ダンさんはバカなのかな。え、待って、攻撃外れた。まあいいや、だって効果ない技やってきても意味ないよ。よし、効果抜群だ。あ、鋼の翼って防御力上がったりするんだ。へえ、これはいいことを覚えたぞ。ダンとの勝負に勝った。あっちゃー、俺までお仕置きされちまうじゃないか。まあそんな知ったこっちゃねえよって。どうすっかな。ミントに行ってもらおうか。レベル32になったしね。これで炎タイプ来たら泣く。何代何代ボブもダンもやられちまったのか。だらしないね。私は簡単に倒せないよ。ライダーのキャシー、さあどんなポケモン。なんでだろう、やっぱ地面タイプばっかり。まあそれはそれでいいんですけど、じゃあ確かミントは葉っぱカッターが使えてるね。よっしゃ、じゃあやっていくよ。葉っぱカッターに鋼の翼を石つぶてで、あ、ミントの方が早いのか。一発じゃいけないのね、そっかそっか。まあ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 、石つぶてさ、防御じゃなくて意外と弱い、硬くない。待って、炎タイプ来た、炎タイプ来た。これのしかかりかな、次は。効果は今一つなんだよね。ちょっと石つぶてにやる予定だったからさ。スピードスターはそんなに食らわないと思う。はい、よしよしよし。じゃあのしかかりをドンメルにやって、鋼の翼を3度。でどれくらい食らう？まあ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 、いいんじゃない？いいんじゃないですか？はい、鋼の、あ、ちょっと待って、そんなに効かないとは思ってなかった。うわー、穴掘ったよ。ちょっと待って、ミントにやらないで。ちょっと急所やだ、急所やだ。嫌だって言ってばっかですが、ちょっとのしかかりで鋼の翼、あ、ちょ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 、え、今サンドにやっちゃった？嘘だ。あ、でも結局同じことか。ちょっと待って、今ちょっと地中潜ってんじゃん。ああ、やっぱミントにやるよね。効果今一つだけどね。葉っぱカッターで、まあ、リフレクターでもやっとけい。ふう、なかなか大変だなこれ。確か10人くらいいるんだよね。
10人か、なかなか大変だ。5人くらい倒して次回6人目からやろうかな。てかやっぱこのゲームバトル多いな。今日のところは簡単に引き下がってやるわ。ざまあざまあ見やがれ。よし、じゃあ4 5 6 7 8 9 10、じゃあ5までいきたいと思う。あーでも時間的にまだいけるか。じゃあ いけるとこまでいきます。今までの3人は食事に例えるならオードブルにもならないぜ。食前酒的な。ここからが本当の勝負だ。ライダーのザット、柳玉とヤジロンか。ちょっと変えようかな。どうしようか。いやでもまだいけるか。でももしかしたらこれ回復に戻れるかもしれないってことで、空を飛ぶ柳玉だよね。効果今一つだよね。あー意外と効かないのね。やっぱレベル差かな。今度レベル上げていきたいと思います。大気光線、まあでもそんなに向こうの攻撃も食らわないっちゃ食らわないんで、まあいいけど。じゃあのしかかりでもやっとくか。落ちるか。あーダメか。でも次で落ちるな。お、麻痺うまい。そんで多分これでも残るんだよ。ですよねー。虫タイプに鋼の技って聞きましたっけ。まあちょっと知るためにもやってみるのは悪くないんじゃないかと。葉っぱカッターの鋼の翼、いける。うわっ、救助うまい。これは勝てるんじゃないか。よし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 。いやでも意外と5人か6人ぐらいで時間もいい感じになるかもしれない。うわデルビル炎タイプ来たか。デルビル欲しいな。デルビル可愛いよね。お、別に普通なんだ鋼の技。そんじゃあミントに変わってもらって、お、ゴローン。え、これ4体目 ?5 体目 ?4 体目ね。じゃあ、フリーに出てもらう。ももこの出番がとことんないのだが今日。じゃあ、空を飛ぶデルビル。フリーさん大活躍ですね。波乗りがうまいです、波乗り。キノコ。あ、そっちか。回復行きたいね。岩落とし。ちょっと待って待って待って、うわ待って、服が、あ全体じゃないんだ今のは。キノコ、今度はフリーか。そうか、今一つのようだ。どれくらい効くかな。あでもデルビルってそんな耐久ないよね。ここは知らないけどなんかイメージあんま硬そうに見えない。一発でいける。よっさー、フリーさん今日は絶好調です。この前は技外しまくってあれだったけど、よしよし、2体同時に倒しました。なかなかみんなレベル上がらないね。お、フリーさんレベルが上がりました。ライダーのザッツとの勝負に勝った。いやーん、可愛くないよ。本当の勝負はこの先から。そう言われると燃えてくるぜ。したらももこにかけてみよう。よし、レベル的にちょっと足している感じなのがエースだけなんでね、ちょっと不安だね。すごいね、ここまで来たの。なかなかやるじゃん。でも覚悟しな、あたいは狙った獲物を逃さないよ。わお、ハンターのマリ。
ナックラーとリリーだ。あんまり相性良くないな。じゃあ服を交代させようかな。じゃあモモコは10万ボルトで、服はミントに行ってもらおう。はい、交代。おミントもレベル上がるな。10万ボルトどこまで効きますか。うわ、効果今一つなんだ。もしかして岩と草タイプ。うわ、これとことん悪いわ。わあ、砂嵐最悪。怪力。わわ、待って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 、やばい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 。わ、待って、光合成もあんま効かんやんね。ちょっとだって砂嵐でしょ。ちょっと相性が悪すぎるんで、ももこをフリーに変え、嘘、マジか。10万ボルトで押し切るしかないね。10万ボルト。待って、じゃあももこでのターンで回復して、ミント回復してのミントで葉っぱカッター、これでいいんじゃない。はい、効果抜群。うわ、全然半分もいかない。わー、強いな。根を張る、やだな。そういう徐々にこう回復するのやだな。ちょっと待って待って、あ、日本バレに変えちゃおう。したらいいんじゃないですか。ももこはどうせ変えることできないんだったらとことん攻撃してやろう。で、日本バレ、はい、日差しが強くなった。ソーラービームが使えたらよかったんだけどな。効果今一つでも着実に削っていくからね。妖怪液やだやだ。ももこは全然耐えれるけど、ミントが、あ、全然大丈夫だった、全然大丈夫だった。うわー、ごめん。次回復いくからね、ごめんね。お、麻痺した。じゃあフリーさんね、よろしく。あー、でもちょっと波乗りの効果弱くなっちゃうか、日差し強いし。じゃあ波乗りやって葉っぱカッター、これでまあナックラーは倒れるでしょ。お、急所、急所じゃない効果抜群だもんね。ちょっとリリーラは厳しいか。これでナックラーは落ちると。はい、そんでリリーラは、うわ、急所でこれかい。あ、レベル上がった。お、レベル上がった。いい感じいい感じ。ドジョッチ、これは葉っぱカッターでいけるね。もうやだ、砂嵐。まあでもいいや、リリーラも次で多分倒れると思う。だから光合成したかったけど、それよりも先に葉っぱカッターですね。波乗りで葉っぱカッター。ドジョッチは倒れてくれると思う、信じてる。ドジョッチ、やっぱりなやっぱりな、信じてたよ、倒れてくれるってよし、じゃあリリーラも倒れるかな。最後の一体何なんだろう。またナックラー、どんだけナックラー持ってんの。波乗り、いけいけ、ゴーゴー。お、半分、いいねいいね。じゃあこれの次のターンで倒れるかな。よし、なんとかなった、なんとかなった。でも回復いかないとね、ももこ倒れちゃったし。波乗りで葉っぱ買った。
もうちょっとみんな火力あるといいんだけどな。よし、今何人目だっけ。4人目狙った獲物に逃げられちゃった。ふう、私のことを獲物だと思うなんて100年早いぜ。今度会った時は本当に逃がさないからね。で、5人目っつことで、まあここで終わりでいいかな。6、7、8、9、10、OK。 じゃあ次、後半は次回に回したいと思います。で、今回は多分回復に戻れると思うんだよね。回復できないっていうか、回復してくれてないってことは。よし、だから回復してレポート書いたら終わりたいと思います。はい、どんな時でも自分の仕事はやっちゃいますみたいなやります、やり遂げますみたいな。はい、ありがとうありがとう。あなたがいないと私は回復できないんですよ。よし、じゃあレポートして終わりたいと思います。ちょっとレベルが低いのが難点ですね。もうちょっと上げた方がいいかな。はい、では今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。次回も見てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。